元気よく性能どうも、オガメです。ガチャンです。二人はちょっとポキサムライです。はい、ということなんですけど、本日はですね、はいはい、ちょっとオガメンの方から僕宛に今日ちょっとおしゃれしてとある場所に来てほしいというお呼び出しを食らいました。で、今日はなんで呼び出しをしたんですかね。言っちゃっていいですか。ねえ、それっておかしいだろやっぱ呼び出したかったのは、はい、突然の告白をしてみようかと思って。告白、はい、願い下げです早い、まだ言ってないまだ言ってないあ、ごめんなさい、まだ言ってないよ。何ですか。やっぱ呼び出すって告白じゃないですか。まあね、裏に呼び出したりするからね。そうそうそう、まああの好きです、付き合ってください。ごめんなさい、ありがとうございましたいやってことでね、今日は動画終わりたいと思います。違う、その告白じゃない。分かった帰るよ。分かったそれぐらいだったら。その告白じゃない。何ちゃんと違う告白がありまして、はい、ちょっと突然なんですけど僕、はい、やっぱりまだモテたい。なるほど。まだイケてるメンズになりたい。まあ、男はね、うん、常にモテてたいっていうのはありますからね。向上心半端ないから、はいはい、ということでちょっとやっぱりガンちゃんに今日は、うん、ファッションの勉強をちょっと したいなってことで、うん、僕からのお願いです。なるほど。僕を、うん、今日おしゃれにしてください。そうかなけどもう僕から見てね、オガメはおしゃれなんだよね。本当にけど、うん、たまに、うん、うわマジかみたいな洋服を買ったりとか、まあ、あのこの前ね、一緒にザラにお買い物した時に、うん、まあ、緑のジャケットをね、うん、買ってたわけなんですよ。もう僕はほぼピーターパンにしか見えなかったんですけど、まあそういう系が好きだもんね。そうだね。けどオガメオは、うん、まあ、型にはまらない感じのファッションが好きなんだけど、今回はちょっと大衆系というか女の子にモテるようなファッションをしたいということですか。いや、やっぱり、ね、あ、僕やっぱ日本人だからさ、うん、そう、韓国ファッションについて俺あんまり知らないのよ。はいはい。やっぱこの日本ファッション、やっぱ日本人にはめちゃくちゃモテるのは分かってるの、うん、あ、なるほどね。やっぱり郷に入ったら郷に従いって言葉あるとやっぱ韓国なんで、はい、もうちょっと韓国人のガンちゃんにこの韓国でモテる、韓国ですげえキャッキャキャッキャ言われたいから、韓国のモテファッションをちょっと今日教えてもらいたいなってことで。僕でよければしますよ、うん、本当ですか。逆にいいんですか、僕で。もう今日はもうガンちゃんにお願いしたい。ってことは今日はアドバイザーですか。だるっ。じゃあぜひアドバイザーになってもらいたいですね。洋服アドバイザーでいいんですかあ、じゃあちょっとガンちゃんっていうのもやめようかな。え、なんで。ガンミカさんにしようかな。ねえ、なんで。白ってな、200色したんで白って200色かな。はいや、みんなな、4っていう数字嫌うやろ。ちゃうねん、あれって死ぬ時の4じゃなくて、うん、幸せの4やねん。かっこいい、かっこいい。今日も幸せやで。かっこいい。みんな笑ってえ、ガンミカでいいんですか。ガンミカさんって呼ぶので。あ、オッケーオッケー。ちょっと今日いろいろ僕もなんか、はい、救ってくるって言われないですけど、うん、僕もちょっとなんかおしゃれにしてほしいな、うん、なるほど、感じです。あの早速今日の、まあ、ビフォーアフターみたいなやつを皆様にも、うん、視聴者さんにも見せてもらえるから、まず今日のビフォーから見せますか。そうだね。ちょっとじゃあ全身、全体と、はい、全体と撮っていただいて。下から、うん、まあ、ここ下の方がいいかな。足は関係ない。ああ、なるほどね。なるほど。どうちょ、全体で写して。どう、はっきり言っていい、うんうん、なんかどこかのチームのベンチにいそうだな何のチームか分かんないけど。違うよ、今日は、うん、はいはい、変えるためによ。あ、けどね、うん、この靴、うん、皆さんお揃いなんですよ。お揃いで買っちゃった。なんでですか。あのガンちゃんが入ってたんで、はい、なんかかっこいいなと思って。いや、もうさ、そこまでさ、お揃いされたらさ、もうオガミョンじゃなくてもうガンちゃんでいいんじゃないの俺今日ガンちゃんでガンミカさんでいいですか。もうガンちゃん、オガミョンの名前剥奪されそうだけどね。ガンちゃんの使ってるもの買っときゃ間違いないって、もう あるから。ごめんなさい、パクっちゃった。今日はでも、はい、ガラッと変えてファッションにして。けどこっからどんどん変わってきますからね、うんうん。ということで、うん、まあ、アドバイザー、ガンミカとしてお願いします。今日、ショッピングしに行きましょうか。はい、お願いします。とびっきりおしゃれなオガメにしたいと思うので、とびっきりおしゃれなちょっとエリアを僕もう頭の中に浮かべました。あ、マジで。じゃあ早速行ってみますか。行ってみましょう、行ってみましょう。それでは早速行ってみよう。トッポギとサムライとトッポギ侍です。はい、ということでね、今回オガメを大変身させるために来た場所は高速ターミナルに来ました。違う。どうしました。俺来る時見て、隣に新生があって。ああ、まあ韓国で有名な百貨店ね。百貨店、はいはい。あっちじゃないの。まあ違うな。ソンス、ハンガンジン、うん、もっとおしゃれなとこいっぱいあるじゃん。違う、韓国でショッピングってここら辺でええねん、このぐらいでええねん。違う、若者いる。ちょうどええねん。ちょっと一回違う、あのね、ショッピングってさ、みんなさ、ソンスとかさ、韓国の百貨店とか行きがちじゃん。行くよ。けどみんなね、結局買わないね。
俺ね、もう見てんのよ、見てんのよ。ちょっと待って。そういう方たち、日本の方たち、結局何もなかったねって来て、最初ここに来るんだから。来ねえ。絶対ここで爆買いしてるの、俺なんか見てるからね。本当にここでおしゃれになれんの？じゃあこれ決めましょう。普通にダラダラショッピングするのも面白くないんで、設定金額は1万円以下。1万円以内で全身コーデする。いや、もっと、いやもっとお金かけようよ。グッチでいいじゃん。ルイ・ヴィトンでいいじゃん。ルイ・ヴィトンの帽子でいいじゃん。グッチの帽子で。やっぱその韓国の本場でショッピングすることによってやっぱおしゃれ度も上がるんじゃないかなっていうことで、で最初僕が、うん、あんなコーダーオカメンこれいいんじゃないっていうのもさ、うん、ちょっとつまんないからオカメンがまず選んで、うん、評価ちょっと僕と皆さんにさ、うん、判断してもらいましょうよ。そうだね。じゃあ早速ちょっと、はいはい、今日はオカメンを変えていきたいと思います。はい、ということで高速ターミナルの地下、うん、ショッピングモールに来たんだけど、うん、こんな感じでね、これ全部路面店でね、うん、ここでみんなね、いいものとか可愛いものとか安く買えるのよ。俺ね、うん、この高速ターミナルの地下の雰囲気めっちゃ好きなんですよ。わかるよ。なんかごちゃごちゃしてて、ザ・韓国みたいな感じで、うん、そうだね。で、なんか巡り合わせでいい服とかあるじゃないですか。そう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 、そう今日それをオガメと出会ってほしいなっていう出会いだから、ここもそうっす。わかるわかる、ね、よかったでしょ。百貨店じゃなくて、ソンスじゃなくてちょっといいでしょ、高速ターミナルで。ソンスがいいけどねちょっとごめん、うん、結構歩いたよ。あメンズ服なくね。 あったあったあった。あった保存どれ。あ、これちょっとカメラだけさ、あれ、うん、許可もらってほしいな。そうだね。じゃちょっと早速選んでいきましょうか、うん、あ、待って、うわこういうのさ、韓国アイドルの人着てない。こういうの韓国っぽくない。着てるね。で、中にパーカーついてんの、ね、これもう。あこれ良くない。ちょっとまあこの季節はあれだけど、これおしゃれなんじゃない。でもおよそ多分これ着ていいの G ドラゴンだけだちょっとさ、その、うん、ガラガラすぎない。ダメ。ちょっとオガミョンはそれ着てたらちょっと合わないと思っちゃうんだよな。韓国っぽさだよ。韓国っぽさよ今日は。可愛いっちゃ可愛いんだけど、うん、ちょっとオガメン、こういう文字とか字とかもさ、韓国人好きじゃん。こういう好きだけどさ、ここ見てみ、うん、レッツロックで。あなたロッカーですか違いますよね。うわ、俺この色好きだな。韓国っぽい字もあるし、あ、後ろほら見て後ろ、花うまベイ、これよくない。ビューティフルビーチ、この色俺好きだよ。こっちもいいな、立体的。ちょっと若干立体的に見えるよって素材。 2D ね。 2D 素材まあまあまあ、これよくない。その色がな、やっぱその文字ありきがいいの、オガミョンって。いや、韓国に寄せてんの俺は。あー、まあおおよそこれ韓国じゃ着ないな。ガンミカさんどう。ガンミカ的にこのお店もすごいビューティフ素敵なんだけど、一つのお店よりかは高速ターミナル広いから、う、ね、もうちょっと回ってみて。ここにはオガミョンに合う服はあんまりないから。なかった。ちょっと違うところ行ってみましょうか。そうだね。なんかさ、うん、普段僕たちよく2人でショッピング行くじゃないですか。そうだね。けど動画にするのってほぼ初めての知ってます。確かに、そう言われたら。そっか、なんか買ってコーディネートまで。そうそうそう、うん、だから成長感じますよ。確かに普段絶対ショッピング動画なんかやらないっていう感じだったんだけど。そうだ、だってファッションとしてまず見られてないから、うん、まあ、好きないかなと思ったけど、まあちょくちょくこうやってみんなに出すことによって、うんうん、もっと好きでいてくれるかなっていう感じなんで。なくね、うん、てかメンズ服がないね、うん、ここ多分ね、女性が来たらすげえ楽しいと思う。うん、確かに女性ものはね、めちゃくちゃ多いしね。あっちなんじゃないですかね。もっと向こう、はい、シュプリームとか本当は欲しいんだけどねここに売ってるシュプリームでしょどっちの。いや、悪い。違う、俺は新世紀行ってよ。あ、そっちのシュプリーム。新世紀行って、うん、だからここにルイ・ヴィトンとかもありますよ。あんの。あります。グッチ帽子とかあんの。ありますよ。あ、俺グッチ帽子かぶりたいのよ今年の夏は。こうやってね、うん、やっぱこういうところ来てショッピングしたら、わ、韓国来たっていう感じになると思う。なるね。皆さんも雰囲気感じれる、うん、けどさ、俺さ、一つさ、この世の中にヘイトがあるんだけど。お、違うか。俺結構好きだよ。あ、怖くない。あ、いい、はい、よくない。いい、これよくない。いい、普通によくない。めっちゃいい。これ600円。安っ。え、待って待って、セール待って、買うぞ。わ、俺この色もいいな。あ、いいね。俺しかいないと思うけど、うん、俺半額とセールは無料だと思ってるタイプだからさどん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 行こうよ。ほら、おっちゃん。ほんとだ。ちょんぐ、ちょんぐ、一歩じゃん。一歩じゃん、行こう。一歩よ。사지요. 사려고요. 사지요. 이거, 아, 그거 하나만 여쭤보고 싶은데, 이거랑 이거 어느 쪽이 더 어울릴 것 같아요? 이 친구한테.
一丁、やっぱこっちか。センス失礼。わー、感想感太婆。一丁、여성거예요。여성？남자。これ買うぞ。じゃあ、シャツ購入で。え、ガンちゃんだけ、ガンミカさんだけはどう？ガンミカってね、ポジティブなことしか言わないよ。このシャツ似合ってるで。そして、かっこいい。出たそれ。何だそれ。かっこいい。でも兄貴が来たから、売り兄貴が。まあまあまあ、じゃあ、これはオガミョンが選んで可愛いと思ったから、これはオガミョン。結構いっぷじょ。結構いっぷじょ。いっぷよ。おってよ。점잖아요。ね。점잖아도옷이。감사합니다。오히려요。처음거예요。괜찮아요。大丈夫だって。じゃあ、まずオガミョンが選んだやつは購入でいいんじゃないですか。はい、これ買います。うわ、めちゃくちゃいい。はい、ということで購入しました。やば。なんか、うん、急に夏感増したね。いや、もうだって夏、今日30度だもん。サイズちょうどいいじゃん。めっちゃぴったし。もうちょっとね、なんか趣旨が違う気がするな、今。でもエゴ前のめりになってない。ヒョンとヌナが、あー、なるほどね。これゲッポーって言ってたから。そっかそっか。だから次これ、かわいい。カズちゃん欲しかった、こういうシャツ欲しかった。かわいい。うん、まあ僕も買いました。何やったことない。トレーニー。僕はトレーニーじゃん。ノースリーブのナイキ。おい、腕出せなよ、またパンパンの腕。これ多分いつかどこで来ます。筋肉アピールしたい時に来るんで。ちょっとオガメン、ちょっといいっすか。そう、企画がちょっとブレてますわ今。そうだね、ちゃんと。じゃあ次からは僕が。もうガンミカさんが選んで。ガンミカでいいんですか。ガンミカさんが選んで。行くで、行くで。行こう行こう行こう。行くやで、行くやで。なんかさっきさ、世の中にヘイトがあるって言ったじゃん。途中で終わっちゃったんだけど、なんか俺さ、これ差別なのかまあまあ分かんないけど、そのメンズとレディースの服の量比較したときに圧倒的にレディースが多いよね、数ね。まあその理由も分かるよ。もちろん女性は消費癖があるから、浪費癖ね、があるから、あ、こうやって置いた方がさ、女性もいいしさ、男性は逆に洋服とか興味ないからさ、置かないのもさ、分かる。そうだね。けどさ、まあ服好きな男性からしたらさ、ちょっと少ないの悲しくなっちゃうんだよね。例えばザラとか行ったらさ、なんか地下1階男で、あと5階は全部レディースみたいな。確かに。地下まで、地下までをやられてんだ。そう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 。2階とか3階じゃないんだ。そうなんですよ。地下までちょっとあってほしいなっていうのは結構あるから、ペッカジョンとか行ってもさ、基本もう7階8階だもんね。そうそうそう。メンズコーナーはなみたいな。上の方に追やられてるからね。確かに確かに、それあるな。だからメンズもちょっと力奮い立つつは。だって、今んとこほぼ女子じゃん、ここ。だいたい100店舗あったとしたら、5店舗がメンズって感じかな。探すのも大変。わかるよ、この、まあもちろんね、女性のためにね、洋服は作られたもんだから、最初はさ。わかるんだけど、哲学もうちょっと増やしてほしいなっていう世界へのヘイトでした。じゃあそろそろ、ガンミカモード入りますわ。ガンミカさん、お願いします。なんかめっちゃ良さげなお店見つけたんで、ちょっとガンミカさん、上下。あ、フルフルで。はい、まあまあ1万円以内でね。はい、合わせてちょっと買っていきたいと思います。お願いします。じゃあ、俺らどうせ待ってればいいの？あ、うん、待ってて。オッケーオッケー。さすがに、尺があるからさ。オッケーオッケー。ガンミカ行ってくるで。行ってらっしゃい。白って何色あるんやっけ？うっせえだよ。わかるよ。一色じゃないの？知らんやろ？一色一色。200色あんねん。だるいわね。おやすよ。戻ってきましたー。あの後、ガンミカが、もう自分でガンミカっていう洋服選んで、ちゃんと買いました。上下1万円以内でちゃんと終われて、まあ超いい買い物をしたんですけど、よくよくね、その気になって、なんでそのメンズの服がないかって世界にヘイトしたじゃないですか。で、店員さんに聞いたら、ここの高速ターミナル自体、まあお店が100個あったらメンズの洋服の店舗は4つしかないんだって。他は全部レディースだから、その4つでちゃんとちょっと僕たちは絞ってきたっていう感じでございます。で、早速ね、この着替えてもらうのもいいんだけど、今日オガミはヘアセットしてないじゃん。しない。やっぱそのメンズはさ、眉毛とかも大事じゃないですか。だからまず一旦髪の毛セットして、そうだね、その後にもう一回つけるようにします。はいはい。じゃあまず髪の毛セット行ってきます。それもガンちゃんがしてくれるの？そうだね、さすがに。けども髪の毛セット女の子にあんまり重要ないと思うので、一回ここはもう吹き飛ばしで。わかりました。じゃあまず髪セットしてきてと思います。はい、ということなんですけど、ガンミカスタイリストによりオガミョンのヘアセット完了しました。
見て見てこれこのライン韓国ラインでしょ韓国ラインこれこれね表現するのねなかなか難しいのよもうこれだけでもう俺ちょっとなんかレベル上がってるもんなんかさ、うん、韓国の人ってほとんど同じ髪だけどさよく見たらみんな違くないですか確かにみんな個性があるありますねそれぞれのあるねちょっと僕風にしてみましたどうですかいや完璧ですまあなんかこういう髪セット気になる方はぜひなんか前回の動画見てほしいんですけどリップ今塗る自由だななんかさ全然関係ない話してるんですか、うん、髪関連で、うん、僕最近髪切ったんですよはいはいどうですかなんかね俺はねパッと見で、ね、あの無足に似てるなと思っちゃったねそうなんですよ嘘くにインスタのえぇ、ー、ってなんか DM にぴょん嘘くさんあのソンジェを背負って走るみたいなのドラマに出てくる主演の方にガンちゃんがすっごい似てるっていう DM が本当にいっぱい来てた来てるねとインスタストーリー載っけたら嘘くさん似てるみたいなストーリー載っけたらもうほとんどみんな 99% の人が似てるって来たんですよ、うんまあ、1% は誰この人とか、うん、似てないわみたいな来てたんだけどほとんどの方が似てるって言ってたからなんか俺正直ね髪伸ばしてたんですよ伸ばしてなんかちょっとさ韓国っぽくしないって言ってたのにねそう韓国っぽくするのやめようと思ってたけど寄せてみちゃいましたモテにモテにいってるわもうやめてくれよこれ以上モテんのどう似てるかなもっとめっちゃ似てるよあそうでも髪型で言ってるこのちょっとさ韓国ラインやってないじゃんやってない嘘くに寄せに行ってさ、うん、ちょっとストレートじゃん若干そうなのよだってもうみんながさ、うん、ピョルソクさんに似てるっていうからさまあ寄せてみたっていう感じです、ね、うんまあこれからもっと伸ばしていこうかなまあそうなるとどうもよくてはいはい尾の眉毛描かなきゃ最後だね締めにやっぱそのスタイリスト スタイリストとそしてさっきアンバサダーだったじゃん、うん、今スターリストだから、うん、スターリストガンミカスターリストしてちょっと眉毛はスターリストちゃんと描かなきゃいけないからねこっちやりきれない口までまあてかなんでさ、うん、今日僕に何かお依頼みたいなしたんですか隣の相方がさ、うん、どんどんなんか男前になっていくのがさ、うん、もう嫉妬でしょうがないのよ、うん、俺は、うん、俺はもう完全にちょっと今嫉妬してる、うんうん、負けられないぞっていうそんなことないけどねなんでなんで俺は相方にジェラシーを抱いてるよ真横の人に二人で頑張っていかなきゃいけないのに嫉妬してるんだ嫉妬してるからやっぱりでも、うん、で俺も置いてかれたらやっぱ良くないじゃん、うんうん、だ俺も俺なりにやっぱり努力して、うん、やっぱり常になんて言うんだろう、うん、まあモテる男で、うん、輝いてる男でやっぱいたいなと思ってさうん嫉妬どこにするんだろうねうそくするな嘘く、うん、伸ばしてくれ髪襟足ハルトみたいに、うん、俺はハルトみたいになってくれると思ったけどなあやっぱちょっと片方どう思ってるのあ、もうキミコさんみたいになってくる髪いやでも全然違うわキリッとしてきた、うん、これはさ結構気になるけどさその皆さんの視聴者さんの声をちょっとね代弁して言うけど小上も韓国でのなんか、まあ、日本人なわけじゃん、うん、どういう感じなのやっぱ生活してやっぱ日本人モテねえわと思うのかな俺あんまり日本人のせいにしたくない、うんうん、俺の予想はね俺多分ね別にモテなくはないと思うんだけど、うん隣に強力なやつがいすぎて、うん、持ってないだけだなと思って、うん、だから俺そいつより努力すればいいなと思って、うん、誰とは言わんけど誰とは言わんけど、うん、ただちょっとまずは、うん、それガンちゃんの戦法を知って言っちゃったよガンちゃんって言わなかったのにそういう風にやってんだっていう、うん、勉強することは大事だから学ぶことって、うんうん、女性側もキラキラしてる男子の方が、うん、男の方がやっぱりなんだろうちょっと濡れると思うんだよね、うんいいねけどなんかそっちの方がそれ通りでなんか学びを止めた人は老いるって言いますからね、うん、年齢が老いるんじゃなくて、うん、年齢とともにもっと学んでいかなきゃやっぱ老いますからねどん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 日々勉強ってことですよねそう、うん、その第一歩でやっぱりちょっともうアドバイザー何今スターリストにちょっと一旦今日は勉強の回なんだだから、うん、勉強させてってことはもうモテたいんだオカメも当たり前じゃんずっとモテたいの何で笑ってんの、ね、なんかね僕から見てねオカメってねこれがね本物なんですよ人間味すぎるっていう何かいやこのモテたいっていうのはさメンズからしたら多分一番隠さなきゃいけないことではあるじゃんあそういうことあんまりわざと言わないのかそうそういうことかけどさオカメってまあ俺は別にモテたくないかなっていうのを通り越した先のところを言ってるわけなんですよもう悟りが開いちゃって人間味がすごいなと思うんだよねそういうことか隠した方がいいんだこういうのってまあまあまあわかんないけど
あと深川くんにもすごい感じるから、それはまあ人間にえぐみたいな。あのね、俺もちょっとね深川の気持ちわかんのよ。深川もあのイケメンなんだけど、うん、残念なのよ、うん、で頑張ってるじゃん、うん、あだから深川も頑張ってるから、うん、俺も頑張ろうってなるし、さらにね、うん、刺激をもらえるのよ、うんうん、あいつも頑張ってるから、うん、でちょうど勉強になるやつが真横にいたから、うん、あちょうどいいやと思ってモテてえや。確かに。でも 俺結構ね今日で結構自信つくと思うんだよね。モテるよ。モテるよ。お、どうすか？完成しました。うわ、やば。あ、いいね。眉毛バッてやるの嫌なんだ。あ、そのこのライン見せたいもんだって。なるほどね。そう、この韓国ライン。ここがいいじゃん。このチチャングスさんね。チチャングスさんっぽいやつ。よく俺も言われるのよ最近。うん。うわ、これはうわ、やば。どうすか、ガンミカスターレストは。いや、ちょっと今日飲み行く？マジで2人でちょっと今いけちゃってる、うん、一旦着替えましょうか。ちゃんと僕が選んできたんで、うん、これでもいいと思うんだけどね。いいんだけどね、うん、もっと良くするためにはこっちの方がいいんじゃないかな。本当にありますか。じゃあ一旦着替えてちょっとバシッと決めたやつ一旦はいお届けしましょう。はい、ちょっと待っててください。すいません、行ってきます。はい、ということでオガミョンが着替えたということで、早速生まれ変わったオガミョン呼びたいと思います。お願いします。パスワードは入るんかい。6桁長お願いします。おーかわいい。ちょっと靴なめでいっていい？うん、靴なめでやって。ちょっとここをこうで、こう、いやこれマジでかわいい。ガンミカさん、ガンミカさん、はい、これマジでかわいい。これファッションコーデ名前つけていいですか？つけてつけて。勝ちやったやった。勝ちっていう名前です。なんかすげえさ、うん、やんちゃ、ちょっとチャラめにちょっとやってみたんですよ、夏だし。あ、確かに確かに。オガミは普段さ、うん、こういうジーンズとか履かない気がするんだよ。あ、こういう色のジーンズ俺初めて。しかも今韓国でこのジーンズの色めっちゃ流行ってます。流行ってるよね。みんな履いてるし、でこのストンってスニーカーまで落ちるこの感じ、クシャってなる、うん、で上このオガミの色好きでしょ。大好き。このちょっとアースカラー、ちょっと地味な感じの。うわ、それでちょっと締めてみました。どうですか。これ動画じゃねえ、収まりきらない良さ。ちょっと俺常にこうやってよ鏡向いて、うん、うわ、ほんとごめん。俺ちょっと今日アクション行くこのままちょっとチャラめに飲みに行きたい。今日ちょっとアクションで飲みてえな。俺もうね、韓国でこれしか着ない夏他のは着てさすがに。もう着ない着ない着ない。これからロケ多分ずっとこれだから、これそれだけよろしく。あーけどごめん、うん、ちょっとごめん。ファッションはいいんだけどさ、ちょっとさっきから気になってたことがあって。何？一旦座ってもらっていいですか？うん、すいません。何あのこれはさすがに言わなきゃいけない。俺さてこうだよ。俺もこっちよ劇団俳優なのよそれは。俺もこう座るしかないよ。俺もごめんこんな普通に座れることできないよ俺もう俳優なのよ。ごめんね。うわ、かわいいよ。画面めっちゃ似合ってるやん。なんか横にいるのが嫌だ。まあもう頑張れ、もっと努力しろ。やっぱそのモテ男になりたいって言ってたじゃないですか。なりたいよ。やっぱその女の子ってやっぱ外見じゃないと思うんですよ、もうこのフェーズになってきたら、うん、結局中身で魅力が伝わんなかったら多分女の子寄ってこないと思うんですよ。俺中身いらないもんイケメンだけ。もう俺もう外見で勝負したいから、ね、顔だけの人になっちゃうよ。中身も諦めた俺。けどもちろんね、オガミョンね、あの中身も、まあ、外見もすごい素敵だと思うんですけど、はいはい、やっぱオガミョンどこかしらね、うん、焦っちゃうオガミョンがいるんですよねだからちょっとモテ講座みたいな、ちょっと僕ネット調べしてきました。もうマジでアンミカさんじゃん、はい、マジのアンミカさんやってくれんの。あの女性が好きって思うポイントは、うんうんうん、話し方。おー、なるほどね。動作とか、うん、余裕とかなんだって、うん、でその中でも一番女の子が好きなのってやっぱ余裕なんだって。面白い人でも余裕がなきゃあれって思うのがあるし、うん、そうだね。そう、面白い人で余裕もあったらもうめちゃめちゃいいじゃないですか。完璧だ、完璧、完璧。オガミョン一つ備えてるじゃないですか、面白い、うん、バチ面白い、ね、うん、ただ余裕がないね余裕が見当たらない。余裕だけ。そう、余裕ってね、うん、みんなねちょっとダメなイメージだと思うじゃないですか、うん、なんか余裕ってなんかあたふたして余裕がないのかなとかそういうのじゃなくて、余裕の感じの余を見れば、うん、あれって余白の余なんですよ。アンミカさんじゃん、マジで。今日何だ。だから会話の中で余裕を見せるとか、うん、なくすっていうのを見せるんじゃなくて、余白を作るっていうのが余裕なんですよ。なるほどね。はい、だから勉強になる。会話の中でもそのあたふた、あ、やばい、この感じ
あ、何も喋ってない気まずい、うわ余裕がないって思われるよりかは、うん、どっしり構えて黙る、どうすんどうすんでいい、喋ることないって、なるほどね、もう黙る、うん、あえて余白を作ると、そしたら、うん、勝手にこの人、あれこの人は不思議な人だなってなって女性の方が食いつくらしいんですよ、その余白にちょっとくんぐめじょ、はい、ってこと、はいはいはい、そうですそうですらしいですよ、まあこれはネット調べなんであんまり僕は分かんないんですけど、いやなんかメガネもなんかぽく見えてきたわ、なんか、はい、博士、恋愛博士に見えてきたわ、はい、ちょっと一回練習を兼ねて、するするする、ロデオ、ロデオ行く前にそれやんなきゃ、一回やってみますか、うん、じゃあ僕が女の子役で、あ、もちろんもちろん、じゃあ岡部がナンパしましたっていうナンパ、ね、手でしますか、ナンパもしました、で1対1で飲みます、うん、っていう時の初めて会話する時のムーブメントをちょっと僕にやってみてください、なるほどね、はい、それはうちに連れてきた手、バカ野郎お店だろうがよ、お店うちに連れてきたのじゃなくて、ナンパしてさ1軒目でうちに来るとかないからあそれもダメ、それ大体6軒目とかじゃない、あ、そっかそっか、ようわかんないけどね一回やってみますか、やってみようか、はい、あ、こんにちは、見えね、갑자기아네네네괜찮아요너무예뻐서말걸렸어아진짜요응오빠도괜찮게생겼어요아고마워아뭐일단뭐마실까네어저는소주소주네아그래소주할까잠깐만요어어누구야예예친구예요친구아친구소주시켜도돼네시켰어요선생님소주한배만주세요존나재미없음어떻게뭐좋아하는음식있어아그냥센스있게시켜주세요아그래어소주소주예왜뭐미친있어아아니아니야이럴때는아알았다알았다이럴때는핸드폰일단두고재밌게재밌게얘기하자오케이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 어근데뭐어남자친구는혹시있어요없어요없으니까여기있겠죠아진짜요아니에요아예예맞아맞아저하는스타일혹시좋아하는스타일이요네일단키는커야되고180이상오빠는몇센치예요아마110있을걸아마아마아마180있어아마있었는데아뭐아아마아마있어아마있 어그리고재밌는사람이어야돼요아그래응느낀다느낀느낀고해한국의여성이거는뭐니한국의여성이고해와조금여유가아타프타しちゃうね、そういう時。でも頑張、今頑張ってよ。けど頑張ってさ。韓国の女性どうでした？怖い。あれよくや、俺さ、あれよくやられるんだよ、うん。ずっと携帯いじってんの。うわあ、そうなんだ。あれなんて言ってんのあれ？あれは。なんて思ってんのあれ？あ、めっちゃつまんない。おい、思われてるじゃん。むずいのよあれ。あれどうしたらいい？俺さ、うん、全然関係ない話しちゃっていい、うん？なんかその韓国に友達来てて、韓国人を見た時にみんな背高いって言ったの。うん、で、俺が韓国人女子は男性を異性のポイントを見る時に、まあ背高いのが一番だよみたいな。言われる。言ってたじゃん。すぐ言われる。で、俺そこで思ったのがさ、やっぱ韓国人で背高かったりごつい人結構いるじゃないですか。うん、けど女の子が好きなタイプで1位は背高い人とごつい人みたいな。うんうん、で顔は後みたいな感じだと思うよ。うんだからそう俺も韓国に来て中身は諦めたの外見外見ずっと常にそれでさその韓国人女子でさガリガリが好きな人ってさあもういないない絶対ない絶対ない日本の方でさガリガリ好きな人って結構いると思うよ、うん、いるね、まあ、周りにも聞いたことあるし私はヒョロヒョロが好きみたいなさこういると思うけど、うん、逆にゴリ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 というか韓国人みたいなガタイな好きなさ女の子っていなくない日本女子 あんまいないかもしれないちょっと嫌いっていうイメージがあるだから最近俺筋トレしてるじゃん、うん、嫌だって言われるあ日本女子からヒョロヒョロがいいってなんか俺も多分日韓の違いで思ったのは、うん、韓国の人はやっぱみんな運動するのが好き、うん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 、男女そうなんだよねで日本は男女あんま運動しないから、はい、韓国の人ってお互い彼女も頑張ってる、うん、彼氏も頑張ってるからもっとやんなきゃっていうマインドになる、うんうんうん、確かにだからその韓国人女子でなんかガリガリが好きな人いないって聞いたしいないいない、うん
そう思うから、なんかやっぱその逆にいる韓国が好きな日本人女子はそういうガリガリな人がやっぱ好きになるんじゃないかなっていう、まあこういう話でした。まあ俺いいや、もう中身いらないから俺鍛えて美容院毎回行ってでパックの行けばいいんだけど、そしたらさモテるよね多分マジで。そうしたら、ね、それだけでモテると思う、作っちゃえば、うん、韓国はで、なんかちょっとさ余裕あるドラ見せてさ、うん、そしたらもう誰にもモテる気がしない。ぶっちゃけこうセリーヌ来てればモテるよ。それはガリガリでもモテちゃう。あ、そっかそっかそっか。でも韓国ってそういう国じゃん。スーパーカーレンタカーしてまず、うん、で頑張ってセリーヌ来て、うん、でガリガリでもこれはモテるかもしれない。そうなのよ、だからそういう国なんだよ。別にこれなんか悪口とかじゃなくて、うん、なんかそういうのが多いな。え、今のどう、何点だった。でも今、あ、今の会話は何点中。じゃあ5にしよう。気づくから100とかにすると、まあ、3点まあ悪くはないでしょ、はい、標準ですよ、うん、でしょ、はい、ちょっとやっぱこれがあるからね、はい、今日めちゃくちゃおしゃれだから、うん、1回僕のケースで1回やってやって逆に、あ、勉強になるわ。ガンミカ、うん、ガンミカ、ガンミカさん、すいません、これが正解です。まあ頑張ってやめとけよ。ちょっとプレッシャーかかる。ちょっと頑張ってみますよ、韓国人女子攻略。うん、안녕하세요、안녕하세요、제가아까말걸었는데괜찮았어요。친구랑같이있었던데。아니괜찮아요。친구안왔어。오빠랑같이있고싶어。있고싶어？응。내가오빠야？그럼편하게말넣을까우리？그래？어어디출신이야？서울인데。서울이야？어나도서울에살아。어디쪽에살아？밑에？위에？강남이지。아강남나도강남이야진짜응오빠도아진짜맞아와신기하다어그러니까응우리어떻게너무인연이잖아이거일단술이라도한잔시킬까어소주아니면맥주소주못마시니까맥주맥주조경사님맥주한잔주세요아근데오빠응강남가시구나돈많겠다그아니야아니야아니야돈많아돈없어차있어헌터와지가도그럼차있어차없어차없어차없지왜어떻게건담살아뭐아무튼차없구나아무튼오빠시계없네어시계없어시계없구나오빠키몇cm 야키183아자오빠뭐오빠뭐야이거너코미터가아니었네코미터가아니었무슨わかるぞこれ。なんかそのお金持ちがやっぱ好きなね女子は結構いるよね一定数は。なんかちょっと共感されてる気がして、なんかすごいドキッとした。はい、あとなんか急に 手のあれが、はい、余白があるなって。ただやっぱりあの、なんだろう、カンナムに住んでないし、茶ないし、うん、しげないからちょっとまあでも身長があるからね。まあギリ。あなたもお金稼げばモテる、もっと。今日ちょっと改めてどうでした？うん、すっげえ満足。本当？やっぱこの好きな洋服着れる時ってすごい気分上がるね。うん、これすごい大事。ってことでガンミカさん、本日は一日ありがとうございました。はいはいはい。これでオガもだいぶ韓国のモテ王になりました。うん、なりました。もう決定したんだ。いい切りです。なりました。あの傾向ないけど。もう大丈夫です、全部やっちゃったんだ、うん、自信と余白で。はい、ということでね、今回は、まあ、オガメンから依頼されてガンミカが立ち上がって、今日はオガメンをモテ男にするという企画でした。いつものオガメンの洋服の雰囲気とはちょっと違うやつを、うん、めっちゃ違う、着させたいなと思ってこういう感じで選んでみました。まあ皆さんはどちらがいいでしょうか。いつも着てるオガメンか、こういう感じのオガメンか、ぜひコメント欄で教えてください。お願いします。こうやった方がいいのかな。ガンちゃんがよくやってるからこれ。真っ暗よ真っ暗よ。これじゃないかな。うわ。わあ、いいねいいね。今日はオガメンをちょっとイケメンにしてみたんですけど、やっぱ人をこうやってコーディネートするのめっちゃ好きだなと思いました。もう合ってる？でもなんかめっちゃ好き。なんか人をなんかこうやって喜ばせるみたいなのめっちゃ好きなんで、なんか自分の洋服買うよりなんか人の洋服買ってあげたいなって思います。それでいいよ、もう俺の洋服で買ってくれればずっと。それで、ガンちゃんそれ求める。自分がそれがいいって言ったら、ガンそうした方がいいよ。欲しいって言ったら、うん、ついてきますから。ガンそうした方がいいよ。うん、なのでなんか今後ももしなんか友達とかオガメンとかなんか周りの人たちがどうした方がいいかなみたいなことがあったら積極的に買ってよ、うん、買ってよじゃない。買ったんでしょ。支払い係で。それは大丈夫。それはもちろん自分で買います。はい、ということでね、今日も本日は最後まで見てくれてありがとうございました。オガメンがめっちゃいいじゃん、めっちゃよく変わったねと思った皆さんはぜひいいねとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。あと僕たち
インスタ、ツイッター、X、あとスレッズも、スレッズはい、やってますね。まあ主に何を上げてるかって言ったら、まあスレッズはインスタの X みたいな感じで、まあつぶやくみたいな感じなんですけど、まあ僕たちは、まあ特に岡部は韓国情報とかね、そうだね、主に載っけてるっていう感じなんで、もうそこに特化します僕は。ぜひね、気になった方がいらっしゃいましたら見てみてください。はい、ということで本日も見てくれてありがとうございました。それでは次のとこまで、バイバイ。날라간다.